今年3月末に告示された県議選では15ある選挙区のうち萩市、阿武町、久松市など5つの選挙区で無投票となりました昨日の特集で見えてきた課題はこちらです政治への不信感そして無関心、立候補のハードルの高さなどですこの状況が続けばどうなってしまうんでしょうか有識者の大学教授に話を聞きました 山口県立大学で政治学などを教える伊沢富雄教授は地方議員の成り手不足の現状について非常に問題があると指摘します自由選挙というまあその選挙制度そのものがまあ実は空洞化しているということになりますからあまりいいことではもちろんないですねよっぽどなんかその人の政策が評価されて誰も対抗に立たなかったとか言うならまあまだ ああいうこともできましょうけれどもそういうことではなかったということであれば非常に問題があるかなというふうな気がいたします無投票ということは選挙広報に街頭演説訴えや考えをマスコミが伝える報道がなくなります訴えや考えが浸透しないまま地域の代表が選ばれることは不気味な感じがするとも述べました そもそも成り手不足以前に地域そのものの人口が減っていることが問題の背景の一つに挙げられます人口が減っているなら議員数は減らせばいいそのような声もありますが伊沢教授は異論を唱えます減らすっていうことはそれだけこう少数の人で決めていいんだということに なってしまう可能性もありますし、まあ、大きい町とかで減らしてしまうと、それこそ選挙戦が下手しちゃったりとかいうのことで、ませんしまた、立候補するにあたって、仕事を辞める状況になったり、供託金を没収されたりというリスクの大きさも背景に挙げました。 このまま進むと、どうなるのか。伊沢教授は、政治が一部の人たちによる閉じられたものとなり。一般の人は、より参加しづらくなってしまうと、危機感を募らせます。それこそ一回民主化したんだけど、あの選挙やってるうちに、なんか不思議な政治家が出てきて。独裁政権みたいになっちゃったっていう,うな国が、あったりしますし。いわゆる選挙を通じて、民主的な選挙制度を通じて。 不思議なことになんか非民主的な政治体制に移行しちゃってたっていうことなんかは、よよく言われているところですよね有権者の政治への関心が薄くなっていることも問題の一つで、学生と話していても、その傾向を感じるとい,いますえって気が付いたら、民主政治っていうのは空洞化したり、壊れたり、なくなっちゃったりっていうことが、すぐ起こることなので、やっぱり。 あの常にやっぱり政治って見とかないといけないもんなんですね有権者があやっぱり候補者はね多い方がやっぱり選択肢も増えますし盛り上がってる雰囲気っていうのもね出ますからね単純にいいかなと思います立候補しやすくするために全国都道府県議会議長会では国にこんなことを要請しているそうです立候補に伴う企業等による休暇の補償地方議会議員の厚生年金への加入 まあ立候補の環境を改善することで多様な人材の議会への参画を促そうということですねやっぱり選挙落ちちゃった後のリスクもかなり経済的にも大きいですよね、まあ、受かっても4年後どうなるか約束されてないということで、まあ、大変なお仕事だなというふうには感じますそして議員になってからですね働きやすいようにする環境の整備も必要かと思いますでは県議会ではどのような取り組みが進められているんでしょうかいくつか紹介します えー、議会改革・検討協議会での協議を経まして議会の欠席自由に家族の介護・看護そして育児、産前・産後期間これを追加したということですね。ね や京子さんどうですかねもっとこういうことが充実すればなりたいって人増えるんじゃないかなとかそもそもこうなりたいっていう人手不足ってこともあるしいろんな問題あると思うんですけど、うん、世の中よくしたいとかもっといい暮らしができればとかって熱い思いを持っている若い人たちが多分いるはずなので、うん、アクセスできるようになんかもっと夢が見えるような全体にこうシステムにこう上がっていくことが。 空気感ととしてあるといいなここ一個だけの問題解決しようと思って難しいけど、うん、やっぱこう経験者の初先輩方とそれからこれからのやりたいという人たちの思いとがマッチングするようなね、うん、誰かかいいい案はないですみんなが考えていることだと思うんですけどね、うん、まあ子供の頃の教育とかねそういうところも関わってくる問題かもしれません<ー>まあ関係ないで終わるんじゃなくてですね私たちの生活にもやっぱり結びつくところですからね、えー、しっかり見ていきましょう。以上特集でした